前新潟県知事の米山隆一氏、52、と10日に結婚したタレントで作家の室井佑月、50、が14日、木曜レギュラーとして出演する TBS、昼帯、月、金前10時25分にリモート出演した。番組冒頭で、司会の恵俊明から、幸せいっぱいの室井佑月さんです。ご結婚おめでとうございますと祝福されると、はい、ありがとうございます、と笑顔を見せた。めぐみが、いいニュースですねと重ねると、ありがとうございますと照れていた。また、同番組では11日に、八代英輝弁護士が、もしかしたら聞いたかもしれませんねとしながら、興味がなくて流しちゃったと発言していた。室井は、一言、言わせて、八代さんには教えてないから、あんなコメント出すから、みんなから、八代さんは、私のこと好きだったんじゃないかとからかわれたと、プチクレーム。八代弁護士は、ごめんなさい、ご迷惑を、おかけして、バレちゃいましたねと苦笑い。その後も、室井はコメントしていたが回線が悪く、八代弁護士は、いい感じに回線が切れて聞こえていない。この話は、と、シャリ、笑わせていた。10日に所属事務所を通じて、コメントを発表した室井は、お騒がせして申し訳ありません。米山隆一さんと、去年の年末に知り合い、今年2月からお付き合いをしていましたと説明。昨日、報道され、米山さんから、もうこうなったら早く籍を入れようと言われ、私も彼が好きなので、この勢いに任すことにしました。実は、私が一番この流れに驚いております。5月10日、リレーのように渡された婚姻届に署名捺印し、米山さんが役所へ走りました。私は、原稿の締め切りがあっていけませんでしたと入籍までの経緯を明かした。最後は、2度目の結婚となりますが、今度こそ最後まで添い遂げたいと思っておりますと、決意を新たにしていた。